フィアット G80 フィアット G80 から3フィアット G80 は1950年代にイタリアで開発された軍用練習機で同国で最初の真のジェット機である。本機は首輪式引き込み膠着装置と胴体側面にエンジン吸気口を持つ保守的な低翼単位用で操縦士と操縦教官は長い累的型風防の中でタンデムに配置される。 3機の全量産型の前に2機の G80 試作機が製造されたが、イタリア空軍は、この機が空軍の要求に合致しないことを見つけ、まとまった数を購入しなかった。フィアット社は続いて、NATO の標準練習機の先行に応募するためにより、洗練された G82 を開発した。些細な変更点は別として、G82 はより長い胴体内に G80 の、 デハビランドゴブリンエンジンに代わり、ロールスロイスニーンエンジンを装備し、翼端には燃料タンクをつけていた。5機の G82 が製造されたが、NATO の先行はキャンセルされ、G82 は NATO にもイタリア空軍にも採用されることはなく、開発プログラムは終了した。夜間戦闘、偵察、近接支援を包括した特殊モデルや、 アリソン J35 エンジンを搭載した G84 の計画があったが、いずれも実現しなかった。G82 は1957年に実験飛行隊に引き渡される前の数年間は、アメンドーラ空軍基地にあるイタリア空軍飛行学校で使用された。ありがとうございます。